今年の提案要望を持っていただきますと、その分厚さ、重さというものを実感していただけるかと思います。で、これについて皆様からご意見をいただき、またお力をぜひ貸していただきながら、この課題を一つ一つ乗り越えて、福島の復興を未来に向けてつなげていきたいと考えております。いわゆる自主避難者に対するこのみなし恒久住宅等の問題、これが打ち切られるという報道もなされておりますが、これは県の方に今判断を委ねているという復興庁の話もありますが、自主避難者の方々に対する住宅の対応も延長のご判断をお願いをしたいと。みなし住宅先生の話ですけれども、自主避難されている方々からかなり求められていることになりまして、仕組みを共に考えていきたいなと思っていますので、この自主避難者の方々に対してどういうふうな対応を取っていくのがバッサリ切るのか、それとも、しっかりと継続して安心を続けていくのか、これかなりいただきたいと思います。応急仮設、これはみなし仮設も含めまして災害救助法でありますし、いわゆる原子力事故ということは念頭にないものを、この4年間全部これで拡大解釈、まあ、最近、よく言われるのであれば、まあ、解釈を広げてやっているわけでございます。明確に、原発事故による災害というふうなことに、きちんと従来の法律に書き込むか修正するか、別法を立てていくということにしないと根本的に、対応ができないであろう。国の責任を明確に我々はもっと言うべきなんじゃないでしょうか。個別のご質問等ございました。これにつきましてはまた別途担当部局からそれぞれの先生方にお答えを返させていただきます。はい、よろしく。福島については、まあ、あと5年で終わるなんてとても言えない状況になりますので、まだまだやらなきゃならないことがあるなと。やっぱり福島というのはちょっと別枠で、今その3県同じ同列に考えるんじゃなくて別枠に考えなきゃならん部分というのはあるなという。我々が今一番気にしておりますのはやっぱり避難生活の長期化、これに伴ういろんな課題問題がこれからさらに深刻になってまいりますので、これにどう対応するかというのは、最大の、まあ、まさにこのステージが時間とともに変わるステージが、はい、これにどう対応するかというのはより、本格的に取り組まなきゃならない課題となっております。引き続きよろしくお願いします。